部です。本日はララポート東京ベイで演奏する機会をいただきありがとうございます。本日司会を務めますのは2年フルンパート都築と同じく2年クラリネットパート小川です。よろしくお願いします。先ほど演奏しました曲はルパン三世のテーマです。気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、部員たちが着ている T シャツの背中にもルパンが隠れているのです。この曲は文化祭でも演奏した思い出深い曲です。サックスのソロもかっこよかったですね。次に演奏する曲はスーパーマリオブラザーズです。この曲は世界的に有名なゲームスーパーマリオブラザーズの BGM です。マリオの世界観を想像しながらお楽しみください。それではどうぞ。 Thank you.
する曲はみんな大好きあのヒーローアンパンマンのマーチです。皆さんはどのキャラクターが好きですか？小さなお子様だけでなく大人の方も一緒になって楽しんでいただけると嬉しいです。それではどうぞ。
唱する曲はゆるびとディズニーメドレーです。ディズニーといえば、私は夏休みにディズニーランドに行きました。スプラッシュマウンテンや最近リニューアルしたイッツ・ア・スモール・ワールドに慣れてとても楽しかったです。そういえば、このゆるびとディズニーメドレーの中にもスプラッシュマウンテンで聴くジッパディ・ドゥ・ダーやイッツ・ア・スモール・ワールドの小さな世界も組み込まれています。吹奏楽部員が軽快なリズムに合わせてダンスを披露するので、そちらにもご注目ください。それではどうぞ。
いよいよ最後の曲となってしまいました。次に演奏する曲は嵐メドレーです。嵐のメンバーはとってもかっこいいですよね。聞いたことのある曲がたくさんあると思います。各楽器のソロにも注目してお聴きください。アンコールできないかもしれないので、これが最後になるのも
などをしながら聴いていただけると嬉しいです。本日は雨の中演奏を聴いていただきありがとうございました。